本日のパーティーにて猫耳2012年の活動を終了するというわけで、今日最終日です最終日ですというわけで、猫耳はね、今年の2012年を締めくくるべく、せっかくなので、じゃん、2012年重大事件を発表しようと思うよ。ではランキング形式でやっていくので、いけるかな。では第10位、ギターの魔を女を泣かせる。最低最低、そういうの良くないと思う。良くない。どういうこと。そんなはずはないんですけどね。どういうことかな。じゃあ、あのね女を泣かせちゃったんですけどね。あのこれ泣かせたのは元メンバー、元ドラムの秋コーネさんなんですけど、はい、猫耳ね、7月にアルバムを出しまして、ファーストフルアルバムを、あの、一緒でも売ってるんですけども、出しまして、そこにあの自分の曲なんかも今回初めて猫耳に入れたんですけど、うん、まあ、ドラムとかね、ベースとか全部一通り作ってみんなにこう渡して、でそれをみんな練習してたんですけど、ドラムの秋コロンさんが、うん、どうやら僕の作ったドラムが難しすぎたらしくて、あのね、もうリズムが叩けないって泣いちゃった。そう、最低じゃろ、最低なアルバムが後ろにあるのではい、買ってたもれというわけで、ね、では次、第9位、セーラーブルマ、そしてスクミズ、変態女装3点セット現れて、これはい、ね、最近はあの、うん、月末になるとね、新宿歌舞伎町あたりにですね、うん、そういう人たちがよく集まる。はい、セーラー多いですね。セーラー多いね。たまに水着も見ますね。さあ、というな、今の時期ブルマはまだ見たことがない。うん、はい、というわけでね、そういうね、うん、恐ろしい世界に なっちゃうんですけども、うん、なんと、はい、今年、はい、神聖なるライブハウスで、うん、この3点セットをやった者がおる。おる、誰じゃろうね。というわけでブルマ入ったやつ、手を挙げなさい。手を挙げなさい。はい、はい、はい。そももうね、むっちゃもう、きわい感じです。けすけでね、もう、ひわいすぎて突っ込まれてさ、動きやすいからとかね、言い訳して。そう、変態極まりないけど、それよりもっと変態なのはスクミズでしょうよ。スクミズ誰？あれ？違うよね。誰？きつい！きつい、それここじゃろ、ここ来ました。キワイ、それどうしたの。よく伸びるよ。伸びるじゃないよ、やばいやばい。あそこ、そこ突っ込んだ。これ突っ込んだ、ね、あー、はい、これね、スルーしようと思ったんだけどさ、昨日これを出したわけですよ。そしたら、出したの。そしたらね、すごいシワがついてたんで、うん、アイロンの当ててしまった。アイロンはちょっと、はい、違うものを出したわけじゃないと。っていう言い訳をね、聞いてやってほしいけど、はい、ね、はい、そういう言い訳もね、あるんだけれども、まあ、それも入ったのも後ろの DVD として出しておるので、それもまあ買ってと思われというかね、はい、まあ、買って買って言ってそればっかりやけれども、着替えてください、ね、嘘です。嘘、はい、そんなことせんといてね、はい、では次、第8位から4位は飛ばすので、ブログで見てね、時間ないからね。はい、じゃあ次、第3位だけでつけま取れる。これね、だいたいここにいっぱいついてるんですけど、これがね、二重三重になってるので重たくて落ちるんよね。なんか毛虫がとか思ったら大抵こういう感じなんだけれども、そうならないためにということで、ビビットバイブラントというところのブランドと僕コラボしまして、ここに猫がおるんですけど、そうコラボして作っていただきまして、で、ね、ちなみにこれオンラインショップとか店にいたら買えるんだけど、今売り切れ中なので、また入荷されるの待っててね。というわけで、これは買ってって言えんかったんだけどはい、じゃあその次、第2位、はらんじゃう。これ騒ぎなんですけど、もうだいたいはらんだような腹はしとるけど、そういうじゃないよね。これはどういうこと。はい、これはですね、男の娘と書いて、僕たちそういう人種なんですけど、男の娘と書いて男の子の永遠の憧れですよ。赤ちゃん産んでみようかなみたいな。はい、じゃろう、ごめんなさい、そういうのがありつつも、うん、じゃーん、こういうエロゲのシリーズがございまして、女装で腹まくってっていう、はい、まあ、中身は押して知るべしなエロゲなんですけれども、うん、これ今シリーズ3作目の人気作なんですが、うん、このね、第4作目が1月じゃない、来年初頭に出ます、うん、はい、その主題歌をですね、猫耳が歌っておるぞ。イエーイ、ゲームさんだ。
猫耳のファーストフルアルバムシンデレラボーイズの中からフラワーズという曲を使っていただきましてですね、うん、これをね、あの猫耳も弾きながらエロゲも楽しめちゃう、うん、そう、声優さんがね、あ、うん、あ、ラメに妊娠しちゃうみたいなやつをハーハーしながら、うん、みんなで猫耳と一緒に楽しもうじゃないか。よしよ。というわけで、じゃあ最後、ドドの第1位は、キャストオフって何？女装のタブーを破ってやるぜ、クラエキャストオフ。どうせ洗脳じゃろ。はい、というわけで、あの女装界隈の方はね、ウィッグを被ることでね、女性らしくなるということがあるんですが、はい、なんですか、オフしてしまうというですね、まあいろんな場面で撮れるわけよ、うん、転んだり、そう、頭振ったりした時に、ね、それっておかしいじゃん、うん、そういうのもちょっとね、新しいあのコマネチに変わる、そう、ネタにね、しようと思って、新しい女装芸にしようかなと思って、うん、モッチが考えましたね、イエイ。なので、まあこれをね、来年の流行語大賞になるわけないんだけど、頑張りたいと思います、はい、というわけで、かぶってる皆さんも、はい、キャストオフだって、ね、というわけで、来年も猫耳はいろんな事件を起こしていくので、期待してついてきてたもれ、良いな、というわけで、はい、ありがとう。というわけで、次の曲に移ろうと思うんだけど、そのアルバムの中から、あの今まで僕で歌ってない曲が1曲だけあるので、それを聴いてください。スカートの魔法。